茶子先生です。本日のゲストはリリカルさん。書きたい字はマカ不思議だそうです。今日は誰もが知ってるあれについてお話ができるということで楽しみです。それではズームにつなぎます。ハロー。はい。お、さっきまでさ、はい、服着てなくてさ、急いで服着た。え、なになに、え、すっぱだかだったってこと？いや、すっぱだかではないけど、あの、下着で寝てる。寒い格好で毛布の中に入れるのがいいよ。あー、道民的な考え方だね、やっぱ。そういうところあるよ。なんか、テーマを決めるのにすごくね、時間がかかっていたみたいだけれど。今日も、なんか悩んだ。うん、そもそも映画だけでもそれだけあるのに、他にもなんか本とか漫画とかなんかいっぱい出てきちゃう。今日はまあ無難な感じでね。そう、本当はねちょいっぱいあったっぽいんですが、まあ、今日はジブリでとりあえずね。うん。というわけで、ちょっと軽く自己紹介をよろしいですか？リリカルです。今年で5歳です。5歳プラス5歳プラス14ですね。はい、わかりました。あ、そうだそうだ、ちょっともう書き始めちゃったんだけど、なんでこれ摩訶不思議にしたか、ちょっと改めて教えて。私の個人的な考えで全部漢字が良かったのと、うん、5文字が良かったの。まあ5文字以上が良かったんだけど、はいはいはい、そうなるとパッと出てくるのがなんか一部上場企業とかしかなかった。やばいでしょ、一部上場企業めっちゃおもろいけどね。でもなんか摩訶不思議だとやっぱ自分の中でドラゴンボール感がいつも否めなくて、アドベンチャー始まっちゃうかなってなっちゃって、ドラゴンボールはついに行かないと。本当にありがとうございました。じゃあ今日はね、ドラゴンボールの回でしたけども、こんな僕倒してるの私だけじゃん。いやそうだね。あ、関西の方ですよね。いや実家はちょっとナイジェリアにある。あ、ダメだ、収集つかないから、ちょ帰ってきてお願い。はい。戻ってきました。戻ってきた。とりあえずね、あのもう一個書いちゃおうと思うんで、右側のさ、木があるじゃん。うん、ちょっと飛び出してるとかっこいいかなって思うね。なるほどね。はい、ちょっと書いてみて。はいよ。はい。うわ、きれい。え、やば。もういいわ。終了。終了終了終了。はい、もうまあ終わり。とりあえず1個終わったんでね、ちょっとまあジブリの話しましょうよ。あ、忘れてたわ。忘れたね。なんかどれが一番好きっていうのもなんかちょっと野暮な気がするから。まあ一番って言われるとさすがにちょっと決めきれないわって感じなんだけど、強いって言うなら、まあ、王道ではあるけど、やっぱり千と千尋の神隠しはもう名作だよね。うん。え、もうあれはリリカルが何歳の時？同い年なんだよ。同い年。同い年か。年なんだよね。あれもう19年前なの。そうなんだよね。あら、恐ろしい。本当になんかジブリとディズニーをちっちゃい時からずっと見てきてるから、うん、もうリアルに100回以上見てるから。いや、私もね、戦地日に関してはもう多分100は見てると思う。いや、見るよね。見る見る見る。多分毎回ね、いろんな楽しみ方してると思うわけよ。うん。どうやって楽しんでる人？私はまず好きなセリフ。あー、セリフ、セリフパターンね。はいはいはい。毎回同じところ同じセリフが繰り返されるにもかかわらず、毎回巻き戻してもう一度聞くっていうのをやって。おー、あ、セリフをしかもそこでリピートするのね。とか1回見るのにもう何時間かかってるの。そうだよね、あれただでさえ長いのにさ、 3,4 時間かかっちゃうじゃん。 それか、うん、1回普通に見て、うん、終わった途端にもう一度見る。これめっちゃやる。やるやる、もう分かる分かる。またあの世界に入っていきたいんだよね。そう、おもろいな。え、ちなみにセリフはなんか今パッと出てくるいつも止めるシーンある？2個あるんだけど、まずはなんか冒頭3分くらいのところの、はあ、千尋がなんか初めてもらった花束が別れの花束なんて悲しいって言うんだけど、そのそこにお母さんが、あら、この前の誕生日にもらったじゃないって言うんだけど、一本ね、一本じゃ花束って言えないわって返すんだけど、うん、その一本じゃ花束って言えないわっていうセリフが好きすぎて、わかる。よ、このセリフよってなってる。語彙力崩壊みたいなんで。まずそこ。あー、すごい、すっごい見てるね。え、ここはマジいい。あのね、すごい、もう一番いいし。一番と言っても過言
言ではない。ちょっと待って、あのさ、もうね、多分あなたさ、作品を何週見てるっていう意味じゃなくって、愛しすぎてるのを100週ぐらいやってるよね、本当に。いや、やってる。やってる。やってないと、あの、冒頭のシーンがいいとは多分言えないと思う。まずそこに、そこみんなスルーしてる。スルーする。いやでも私もね、あの冒頭のあそこ好きなんだよ、あの辺。これが好きなの一つ目。ああ、一つ目。やっと一つ目。一つ、まだ、まだ一つ目。まだ一つ目ですからね、皆さん。はい、どうぞ。二つ目が、うん、それでもまだ最初なんだけど、これは芸術的な良さというよりは、うん、私が多分個人的に勝手に好きなだけなんだけど。え、ちょっと待って、当てていい？うん。いや、当たんないかもしれないけど、あの、トンネルのさ、お母さんの言葉じゃない、うん、違います。違いました。残念。残念でした。はい、どうぞ。その、トンネルに行くまでにお父さんが、すごい荒っぽい運転をするじゃない。うん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 。その時に、お母さんとかが、その、もうちょっとなんかゆっくりしてみたいな。うん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 。それにお父さんが、うん、この車は四駆だぞって、その、この車は四駆だぞっていうセリフ、未だに見ても声出して笑うぐらい。なんであれなの？あのなんか獣道みたいなところを荒っぽい運転をすることと、四駆であることは、もろともせず進めるかもしれないけど、安全のためには全く関係ない。関係ないのになんかあのちょっと小粋な感じで言うとこね。そう、そこのセリフ本当に、ね、好き。あー、ちょっとさ、嘘でしょ？入ってないよ、世界。トンネルくぐれよ、早く。二つあるんだけどさ、って言ってさ。え、くぐってからもう好きだけど。え、ちょっと待って、くぐってからで二つぐらい出してよ。ええー、ちょっと待ってよ。トンネルをくぐってる途中でいい？どうぞ。トンネルを、千尋が、うん、なんか、私行きたくないみたいな。うん。ちょっと。ダダをこねるみたいな、うん、じゃあ千尋は車で待ってなさいみたいなこと言うんだけど、うん、一人で待ってる方が嫌だから千尋はお母さんにくっついてくんだけど、うんうん、それに対してお母さんが歩きにくいからくっつかないでっていうそのセリフが好き。え、私が言ったやつそれ。あ、それそれ正解だね。そう、正解でしょ。本当にちょっと冷たい感じね。いや、なんか千と千尋の神隠しの世界観って本当になんか母親と父親が本当にドライ、うん、そう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 。最初からお父さんとお母さんは絶対もう神の世界行っちゃってんのよ。あーあー、なるほどね。え、じゃあキャラクターは千と千尋の中だったら、まあ、リンだよね。うわっ、違うね。いや、リンだよ。いや、だよね。リンだよね。でも湯婆婆も好きだな。なんかさ、ジブリに限らずなんだけどさ、うん、結構悪役が好きなんだけど。おー、うん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 。悪役ってかっこよくない？いや、わかるよ、わかるよ、言ってること。何に惹かれるの？こう、正義と悪って結構映画でよくあるテーマっていうか、あると思うんだけど、うんうん、主人公側っていうか、主人公になりやすいタイプとして、なんか、どちらかといえば、人に揺さぶられやすくて、影響を受けやすいっていうのが割とあるなと思ってて、うんうん、一番象徴してるなって思うのは、うん、ヒロアカの気づく。あー、はいはい、はい。かなり人に影響を受けやすい主人公であるっていうことがかなり見受けられる。その一方、悪役はもう絶対的な自分の信念があって、うんうんうん、正義が大衆的な良いことをする人だとしたら、うん、悪は大衆向けではないけど、うん、まあ、悪なりの正義があるわけじゃん。なるほど、なるほど。その少数向けのマイノリティ的な正義はとても惹かれる。でもなんか、ディズニーとかを見てると、悪役なんだけど、悪役たるゆえんが大して悪くないっていうのは割とある。例えば眠れる森の美女に出てくるマレフィセント、うん、マレフィセントってディズニーヴィランの中だと割と頂点と言っても過言ではないぐらいトップに君臨してるけど、オーロラ姫になんか呪いをかけたのは、うん、自分だけオーロラ姫の誕生祭に呼ばれなかったっていうだけの理由で呪っているっていうすごい可愛らしいヴィランなんだけど、そういうところもたまにあるのが悪をすごい愛おしいと思える。あー、なるほどね。単純だよね。昔の悪役ってそういうのが多いけど、うん、最近の悪とかは、あの、味方サイドからの裏切りっていうのが結構多いなと。ああ、はい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 。なんかさ、もう、本出せば全然ジブリの話じゃないわ。哲学の話になっちゃったよ。いや。正義と悪。いや、正義と悪の話。っていうかさ、私さ、もう、
近年のね、そのまあ、なんていう、ジブリも含むんだけど、アニメってさ、うん、ほぼ哲学だと思うんだけど。まあ、そういうところはあるよね。こう、ただ娯楽として楽しんで消費してた時代はもうとっくに終わっててさ、それこそなんか、もののけ姫とか、ああいう、こう、当時のジブリの楽しいところみたいなイメージをこうバーンってぶち壊す、世の中に訴える手段の一つ、そういうメディアの一つとしてアニメが最近どんどん取り入れられてる気がするから、うん、むしろそれを世間に訴える、手段だよ。そうそう、手段としてアニメだと思うよ、最近は。最近は本当にそういうの多いよね。うん、なんかさ、この前さ、うんうん、なんかさ、スーパーでさ、あのアンパンマングミ見てさ、何？アンパンマングミってさ、グミになってる時点でアンパンっていうさ、アイデンティティ失ってるからさ、あの、自分を、自らを与えて人をさ、助けるというさ、本質は失ってないの、すごい哲学的だなって思った。アンパンマンポテトとかもそうなんだけどさ。え、続けて。もうないよ。アンパンマングミ見てそんなこと思うの多分私だけだよ。いやでもそれはなんかちゃんと覚えてんのいいね。え、人にね言おうって思ったこと大体全部覚えてる。えらい。ちょっと一生終わらないけど、ちょっと次行っていいですか。はい、どうぞ。はい。なんか普段さ、うん、業種っぽい感じで書いちゃうタイプの人間だから、うんうんうん、会社で書くのはすごい苦手。そうなんだ。そんな綺麗なのに。なんか下手くそなんだけど、まあいいや。本当？どれ？めちゃくちゃ綺麗けど。あ、どっか行った。あった。え、やばいね。手にこうピーキーついてない？いや、もうついてるよ。すげえわ。てか、え、全部一回じゃない？書いてる回数。まあ、2回以上書くのめんどくさいから。かっこいい。勉強とかもそうなんだよね。え、どういうこと？え、なるべく勉強したくないから、うん、勉強しないで高得点を取る術を見つけるっていう。でもこの前、うん、テストだったんだけど、うん、テスト範囲がなんか問題集全部からの範囲だったの。で問題集1066問あった。鬼畜。その中から50問だったの。もう覚えるしかないから3時間で全部暗記した。それ結果どうだったの？え、まだ帰ってきてないけど、でも多分90点ぐらいはいったと思う。マジで？もう気合い。すごいね。これは。あ、そう。え、何の教科？飛行機のエンジンの航空系だから。いやー、かっこいいな。本当に勉強嫌いなんだよね、つまんなくて。え、航空系のでも職に就くんでしょ？いやー、迷い中って感じ。あ、迷い中か。なんか別に飛行機に興味があるわけじゃないから、うん、え、そうなの？ちょっと待って、そうだったっけ？いや、なんか別に飛行機に対してはどういう感情も抱かない。前までは、うん、その航空会社に入ったら、うん、まあただ安く旅行に行けるっていう。あー、そっちか。なんか別に生きていけるんだったらずっとベッドの上で生活してるっていいしって感じ。なんか別に仕事にこだわりないから何でもいいなっていう感じ。楽しみだな、リリカルが将来どんな道を選ぶのか。いやでも私は、うん、今のこの状況が落ち着いたら、うん、世界一周するんだけど。へぇー、うん。その世界一周の資金として、うん、よさこいかけん玉をするっていうのはもう確定してるから。はっ。よさこいかけん玉で、あれ？その各地を巡ってってこと？そうそう。あー、なるほど。面白い。いいじゃん。うん、しかもなんか、楽しそうじゃない？うん、楽しそうだよ。行けるんだったら、いくらでも行きたいなって感じか。なんか真逆なこと言ってる気がするけど、さっき、うん。ベッドの上で。さっき旅行興味ないとか言う。誰ですか？誰ですか、その人。なんか二重人格ではないですよね。あ、違うんですけど。今ちょっと人入れ替わりました。替え玉が発生しました。そうですか。とにかくね、なんか達成したらあなたはもう一二回り面白くなって帰ってきそうだね。でもさ、なんかこういうモチベーションの時もあるんだけどさ、うん、急に別にそういうのどうでもいいわみたいなモチベーションの時もある。ああ、いや、あるある、人間だもん。旅行とか別に画像でよくないって思う時ある。インスタにある写真の方が綺麗だし。めちゃくちゃおもろいな。ふう言っていい？どうぞ。アクセス少ない字の方が難しくない？そうなんだよ。その話題ね、よく上るんですよ。画数多い字はさ、汚くてもごまかせるからさ。そう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 。画数少ないとごまかしようがない。そう。人生みたいだね。お後がよろしいようで。
書けました？書けないですすみません。はい、できた。はい、どうぞ。ちょっと下手じゃね？まあいいか。いい字書くね、あなた。はい、素晴らしい。マジで一瞬で終わるじゃん、全部だってじゃあさ、今度あの行書とかやって。行書っていうかね、この字を目的に見てる人は誰もいないから。それはそう思う。そう、え、だから別になんか行書に移行したいなっていう気持ちはないのよ。いや、行書に移行したら見る字で見る。いや、いい、そんな層は別に増えなくていいし。しかも一人しかいないから、なんて一人。本当だよ。